静岡県在住芸人池谷健二です。静岡市にやってきました。今回ですけども、旅のお供にご当地駅弁ということで、静岡県には超有名な、駅弁がありますのでね、今日は紹介してみたいと思います。で、そのお店というのがこちら。はい、書いてありますね、これ静岡弁当両替町店、ね、静岡名物網焼き弁当ということで、これね、もう静岡市の人だったら知らない人いないんじゃないかなということで、でしかも静岡に営業に来た芸人さん、もうこれ必ず食べてると思いますよねっていうぐらいすごく有名なお弁当なので、もう早速購入していきたいと思います。はい、網焼き弁当を購入した私、ふらふらと歩き出しました。歩くこと10分ちょっと、どうやら目的地へ到着したようです。はい、というわけで、駿府城公園、はい、やってきましたね。まあせっかく網焼き弁当を食べるんですから、お外の空気を吸って食べたいなと思って来ちゃいました。なので早速行ってみたいと思います。駿府城内に作られた公園、大道芸のワールドカップが行われる公園としても有名です。網焼き弁当は、どういう時に食べるかでちょっとリサーチを取ったんですよね。そしたら、普通に、ね、お昼だなんやとかで食べる人もいると思うんですけども、これ、ね、ずば抜けて夜買う人が多いんですよね。でなぜかといったら、お酒の後の締めで、奥さん遅くなってごめんなさいっていう人もいるらしいです。買ってく家族のお土産にね、いう人もいるらしく、あとは後輩にいい顔をしたい人が、おーっつって、お前奥さんと子供の分もほら買ってけよっつって、なんか買ってくみたいのが多いらしいです。だから普通にね、お弁当としてとかケータリングとしてこうやって出ることも多いんですけど、そういう疲れ方もよくするよという、それが網焼き弁当の特徴って言ったら特徴かもしれないですよね。はい、じゃあここら辺に座って食べましょうかね。はい、というわけで食べてみたいと思います。やっぱね、網焼き弁当、豚がやっぱりなんか有名な気がしますのでね、はい、ちょっと開けてみますよ。はい、うわ、いい感じ。はい、こんな感じね。もうこれ網で焼いてやって、この甘辛いタレ、本当にお米と豚バラ肉だけ、ちょっとハードコアな感じなんですけど、ちょっと攻めてますよね。じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。うまいね、間違いない。このタレだね。やっぱこれね、炭火だからすごくこの香ばしさがあって、でこのタレが甘辛くてね、ちょうどいいのよ。この中のこのタレ、中にまで染みてて、これが余計こう食欲をかきたてるというか、OK。ちょっと贅沢だけど、次は牛行ってみようか。はい、こんな感じ。すごいわ、厚みがすごい。すごいね、一個一個がでかい。ほら、こんなサイズだよ、大きい、ね、じゃあ早速いただきますよ。あ、めっちゃうまいね。
うん、いや豚の方がすごい人気あるっていうのは分かってるんだけど、やっぱ牛だね、これですね。うん、牛肉をこう網で焼いて甘辛いタレにつけて、これ最高じゃんこれ。でお米にもタレがすごい染みてるから、うん、めっちゃうまい。どんどん行きたくなるけど、まだあるからちょっと一回ここで止めてきます。でこちらですね、これがちょっとね、こんなのあるんだと思って俺初めて知ったんですけど、全部乗せ、全部乗せ、牛豚ハラミ、牛カルビかな、うん、が乗っています。なのでまあ豚も牛もいったので、ちょっとこのハラミですね、ハラミいってみようかな。うん、おお、あ、これめっちゃいい。うん、柔らかい。確かに、いや豚だけは豚だけでも牛は牛だけでもいいんだけど、こうちょっと贅沢よね。でもこれ、まあ、僕あの東部、静岡県の東部の方なんで、で御殿場小山町のあっちの端っこの方なんですね。あんまりこの網焼きの文化って正直言ったらあんまないんですよ。でもこれお父さんが飲みに行って帰ってきてこれをお土産にされたらたまらないですね、本当に。でしかもこれあれでしょ、金曜日は静岡駅でこれは買えるということで、それこそ駅弁になりますから、静岡来たらこれ食えるってふうになったらね、これたまらないですよ。なんだろう、まあ、静岡来た際にはまあもう飲みに行ったりとかして、その帰りにですかね、網焼き弁当をホテルで食べれてもいいですけども、ぜひね、あの旅のお供の駅弁として網焼き弁当購入してみてもいいんじゃないかなと思います。ぜひ静岡に遊びに来て網焼き弁当食べてください。どう？うん、おいしい。え？おいしい。おいしい、うん、これだったら毎日食べられる。うん、どんなところで食べたい？電車の中で食べたい。素晴らしいですね。今回のテーマは駅弁でした。素晴らしい。美味しい。うん。